国民徴用令とは国家総動員法に基づいて1939年7月8日に交付7月15日に施行された日本の直令である一部地域では白紙などと呼ばれたの二つについて規定した1945年国民勤労動員令交付によって廃止された1939年に 国家総動員法に基づき制定された直例であり、戦時下の重要産業の労働力を確保するために、厚生大臣に対して強制的に人員を徴用できる権限を与えたもので、これにより国民の経済活動の自由は完全に失われた。1943年7月21日に改正され、徴用業務の範囲が総動員業務一般に拡大された。 8月1日、厚生省は、王朝市含務規律を交付した。軍需会社の場合は会社ぐるみ徴用された。交付とともに建築技術者850人が徴用されたが、1941年以降は大規模になり、敗戦時には、総計616万人に達した。その後、1945年3月1日に、労働力動員令。 国民勤労協力令、女子低身勤労令、労務調整令、学校卒業者使用制限令を廃止、統合され、国民勤労動員令となった。1939年8月1日、初の出頭要求書が建築技術者に発送された。合格者には、徴用令書、白紙の招集令状が送付された。1939年7月より、 日本内地で実施される。日本統治時代の朝鮮では実施を遅らせて民間企業による自由募集。1942年1月からは間圧戦となり、1944年8月8日、国民庁要令の適用を免除されていた朝鮮人にも実施するとした閣議決定がなされる。1944年9月より女子を除いて実施され、 1945年8月の終戦までの11ヶ月間実施される。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月の下関不参間の連絡船の運航が困難になるまでの7ヶ月間であった。いわゆる朝鮮人共生連行は、この徴用令に基づく内地などへの労働力移入を指す。大四情政府破船時に、 最主国家総動員上必要、ある時派直例のテーブル書に、入り帝国新民を、徴用して総動員業務に従事せしむることを読ただし紙幣役法の適用を防御ずことバンク、国民徴用令、ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典の、解説ことバンク国民徴用令日本大百科全書の解説 ABC 朝日新聞昭和34年7月13日に2面。 AB 派体育彦、慰安婦と戦場の精新庁舎、新潮選書、1999年6月 P367、閣議決定、半島人道務者の移入に関する件を提務省は19年8月8日、国立公文書館。ありがとうございます。